里崎智也は、徳島県鳴門市出身の元プロ野球選手。野球解説者、野球評論家、千葉ロッテマリーンズスペシャルアドバイザー、タレント、ユーチューバー。ロッテ時代は一度のリーグ優勝、二回の日本一に、貢献。2006年の WBC では、聖保守として、日本代表に貢献している。ビックリマン終身名誉 PR 大使。愛称は、佐藤。 所属事務所はレプロエンタテインメント。ナルト市大津西小学校2年生の時に野球を、はじめ、ナルト市第一中学校では、軟式野球部に所属した。ナルト市立ナルト工業高等学校に進学し、2年夏には、川上健信を要する、徳島県立徳島商業高等学校と対戦したが、チームは延長戦の末敗れた。3年時にはキャプテンを務め、 三年夏の最後の公式戦は県大会三回戦でコールド負けを喫した高校卒業後は18歳から仕事をしたくないと理由から首都大学野球連盟所属の提供大学に入学大学では当初打撃を生かして指名打者として出場し4年から保守のレギュラーとなる愛嬌生児とバッテリーを組み4年や秋には チーム22期ぶりの優勝に貢献し、明治神宮野球大会に出場。2年春に4試合連続本塁打のリーグ対記録を受立。リーグ戦、通算69試合出場、235打数69、安打、打率、294、12本塁打、48打点、ベストナイン3回受賞。1998年のドラフト会議において、 千葉ロッテマリーンズから2位指名され、入団。背番号は22に決まった。1999年8月に左尺骨形状突起を骨折。二度の手術後、長期のリハビリが必要となったため、公式戦出場を果たせずに終わった。2000年4月6日の対西武ライオンズ戦にて、プロ初先発で初出場を果たす。なおこの試合では七回裏に、 石井隆から左翼へ、敵時二塁打を放ち初安打、初打点も記録した。2001年、公式戦出場はわずか9試合に終わったが、フレッシュオールスターゲームに出場し1本塁打3、打点を挙げるなどの活躍をし、MVP に選出された。2002年、清水商会に代わる、正捕手の座を橋本進むなどと争い、開幕からしばらくマスクを任された。 4月3日の対福岡大英ホークス戦にて、山田明親からプロ初本塁打を放った。しかし、同年放った安田はこの本塁打のみで、公式戦出場は12試合に終わり、目立った活躍はできなかった。2003年5月4日の対大英戦の延長11回、表3対3の同点の場面で、ロッテ監督の山本浩二は、清水商会の代打に井上淳を送る。 直後、大英監督の大沙田春が、左投手の渡辺正和を出したので、山本は里崎を代打に送る。ここで、里崎は、期待に応え、決勝的時三塁打を放った。実は、前日に祖母を亡くし、国別式を欠席してまでの出場だった。里崎は、ヒーローインタビューで涙を流した。ウィニングボールは、祖母の墓前に手向けられた。それ以後、 規定打席未到達ながら打率319本類打8本の成績を残すなど活躍し1軍定着を果たした2004年監督にボビー・バレンタインが就任した同年は正捕手の座を確実視されたが4月に左膝の半月板を損傷し約80%を切除する手術を行ったため61試合の出場に終わった2005年 橋本進との併用で活躍した。基本的に相手先発投手が左投げなら、里崎、右投げなら、橋本だったが、右投げ投手が先発の場合でも出場することがあった。4月27日の対西部戦では、プロ入り初の4番打者に抜擢されるなど、チームの躍進に攻守にわたって大きく貢献した。福岡ソフトバンクホークスとのプレーオフ、セカンドステージでは、 第5戦の8回表に1対2の1点ビハインドの場面から逆転的時にルイダーを打ったほか、第1戦では同年沢村賞の杉内俊市や第4戦でも和田武氏から本塁打放つなど活躍し、大舞台に強いところを存分に示した。日本シリーズでも阪神タイガースを相手に活躍し、日本一に貢献した。 WBC2006 日本代表での里崎2006年は、開幕前の3月に開催された第一回、ワールドベースボールクラシックの日本代表に選出された。聖保守として出場し、日本の優勝に貢献し、22打数9安打で打率。409、1本塁打に5打点を記録し、ラッキーボーイとして知名度を上げる。大会ベストナインにも選出される活躍を見せた。 シーズンでは4月26日に WBC での活躍が評価され、出身地の徳島県から特別功労賞が贈られた。5月2日の対ソフトバンク戦では NPB 対記録の5打席連続三振を期した。6打席目はアンダを放ち記録更新は免れた。また、オールスターゲームに初のファン投票での選出。高校時代一本もアンダを打てなかった同郷の 川上健信から初安打となる、ソロ本塁打を放った。この年、橋本進の故障と不調もあり正保守に座った。球団としては1985年の袴田、秀俊とし以来、保守として21年ぶりの規定打席に到達、ゴールデングラブ賞とベストナインにも選出された。2007年、監督のバレンタインにより、首相に任命される。この年も、規定打席に到達し、 自己最多となる75打点を記録。クライマックスシリーズでも活躍した。また、2年連続でゴールデングラブ賞とベストナインを受賞。北京五輪アジア予選日本代表メンバーに選出され、台湾で行われた最終予選の第3戦の対台湾戦に先発フル出場した。2008年前半戦で早くも故障してチームを離脱し、さらに同じ時期に、 他の星も故障したため、チームは大きく低迷した。復帰後も、怪我の影響で本調子ではなく、打撃で復活を果たした、橋本進むとは、対照的に打率も下げ、規定打席にも届かなかった。2009年、8月2日の対東北楽天ゴールデンイーグルス戦で、トット・リンデンと一触即発の状態となる。発端は3回表の胸元への投球に、リンデンが、 挑発行為を行い、6回表の自打席で、リンデンがバントの構えから引いたバットが、里崎のマスクをかすめ、それをリンデンが謝罪しなかったことにより、報復行為とみなされたことである。両選手の争いはベンチより、選手、コーチらが飛び出し両チームを巻き込むものへと発展したが、幸い乱闘騒ぎが起こるようなことはなかった。しかし、延長11回裏に今度は、 里崎の頭部付近への投球があり、自打者、福浦和也の頭部への支給により、有目兼久が危険級退場になるなど、過酷を残した。打率をさらに下げてしまったものの橋本の不調も、有リ保守に復帰し、再び規定打席到達。リーグトップの投塁素シリーズ。382も記録。2011年8月6日、QVC マリンフィールドにて2010年。 自らの故障や、守備面での的場直樹の高評価もあり、出場機会が前年より減った。守備では盗塁阻止率が前年の38%から17%へ、急落。打撃面では10本塁打を放ち6年連続2桁本塁打を記録したが、怪我による欠場が多く78試合の出場に終わった。 それでもクライマックスシリーズファーストステージに合わせて復帰すると第1戦では同点タイムリー第2戦では同点ソロホームランをいずれもビハインドの9回に放ち抜群の勝負強さを見せつけたまたファイナルステージ進出に際し史上最大の下克上を見せると発言レギュラーシーズン3位からの日本シリーズ制覇はメディアにおいて史上最大の下克上 と用いられるようになった。なお日本シリーズでは左肩にガングリオンができたことを隠しながらプレーしていた。2011年、同年から導入された統一級の影響もあり、打撃成績が大幅に下降してしまい、109試合に出場したものの、打率222、本類打はわずか5本に終わり7年ぶりに2桁に届かず、打点も25打点で前年を下回った。 盗塁阻止率は前年の17%から25%まで改善した。2012年7月4日の大楽天戦で3回裏に美馬学部からプロ通算105本塁打を放つ。なお、ロッテの生え抜き保守で105本塁打は里崎が初めてである。同年は正保守の座を取り戻し120試合に出場し、 トールイソシ率も前年の25%から30%に上昇した。わずかに7打席不足して、規定打席には届かなかったもののチーム2位の9、本塁打を記録した。11月に元看護師の一般人女性と結婚していたことが2014年の現役引退時に公表されている。2013年、故障の影響で開幕を二軍で迎え、 シーズン中盤戦の6月21日に一軍登録される。8月14日の大楽天戦では一号となる、サヨナラ本塁打を放った。しかし、開幕から出遅れたことや一軍昇格後も度重なる、故障に泣かされ、わずか48試合の出場でシーズンを終えた。2014年、開幕戦の3月28日の対、ソフトバンク戦で8番保手で出場。 7月には双子の男児が生まれた。しかし、左膝が回復せず、9月11日に現役引退を発表。同月28日の対オリックス戦に引退試合として、プロイル初の一番、指名打者で出場、本塁打を打てば、保守では、史上初となる全打順本塁打達成だったが、2打席で2三振に終わり達成ならず、この後3打席目に、 デスパイネガダ間に送られ、試合から退いた。12月2日、自由契約公示された。2015年1月、千葉ロッテマリーンズのスペシャルアドバイザーに就任。同年より、日本放送、千葉テレビ、TBS ニュースバード、日刊スポーツの野球解説者に就任する。2月より、芹ノ信夫のゴルフアカデミーに出演中。4月より、レギュラー番組、 ザベーラインの月曜パーソナリティをキャンヒトミと共に担当。同年6月、芸能事務所、レプロエンタテインメントに所属したことを発表。2019年2月、パナソニック野球部の臨時コーチに就任。2021年1月26日同年3月26日、自身の YouTube チャンネル、里崎チャンネルを開設し、 YouTuber としても活動していく胸を語った動画を投稿した。もともとは4月1日がびっくりマンチョコの日であり、そのプロモーションの一環として解説したもので、4月22日の投稿で一旦終了となったがチャンネルはそのまま残していた。その後、8月7日よりアシスタントにフリーアナウンサーの袴田彩海を迎え入れて再始動している。 里崎のスイング確実性には欠けるものの、極端なアッパースイングから狙い球を絞って広角に、長打を放つ。その持ち前の長打力を活かし、正捕手に定着した2005年から2010年にかけて6年連続2桁本塁打を記録し、2012年には、ロッテの生え抜き捕手として、初のプロ入り通算105本塁打を達成した。また、満塁の場面に強く、 交流戦では2005年より3年連続で満塁ホームランを放っている。それも2006年、2007年は共に宇宙の神宮球場での2からの満塁逆転弾だった。ヒーローインタビューでもこの点について触れられ、特に雨が降る満塁の神宮は縁起が良いみたいです、とコメントした。2008年は交流戦では満塁弾はなかったものの、レギュラーシーズンでは 満塁弾を放った試合があり、4年連続で満塁弾を放った。現在、ロッテで4年連続で満塁弾を放った選手は里崎のみである。引退に際してのインタビューでは、自身のバッティングを、当たるも発揮、当たらぬも、発揮の山張りバッティングと表し、チームの勝利に関わる、重要な場面でしっかりと打てるバッターであることを、追求していたと振り返っている。本人曰く、 現役を通して一番鮮明に記憶に残る、苦手投手はライアングリーンであり、タイミングが合わない、対処法もないと感じるほどに通算でも全くと言って、いいほど打ってた記憶がなく、横浜に移籍して、パリーグからいなくなると聞いた時に心底を喜んだという。パスボールの少なさと内角を必要に作り移動を持ち味とする。遠投120メートルと地型は強く、早球は、 シュート回転することが多いものの、谷重元信の下半身の動きを手本として上達したという。補給してから送球するまでの動作が非常に素早いため、盗塁素子率が高く、2005年と2009年にはリーグトップの盗塁素子率を記録した。1000試合以上出場した保守では、日本プロ野球最小となる通算保一19個という記録を持つが、本人はそれについて、 特別なこととは思っていません。自分でサインを出しているんだから補給するのは当たり前。サインミスなら仕方ないですが、僕からすれば19個でも多いくらいと述べている。初記録説明の記録その他記録、ありがとうございます。